たちが困ってることの根本原因は私には見えたから、うん、つまり過剰で困ってるわけだから、うんうん、で私はその過剰に対する引き算という解決法を持ってるよと、うん、でその引き算という解決法をそのスムーズに理解するための手立ても持ってるよと、うん、その確信はあったんでね、うん、それを足し算足し算というこう収納術で対処法的に解決していることに対しても怒りがあったので、ね、本来引き算で解決してたらスムーズに解決するのを足し算で解決していくことに対して誰も気がつかないかな、そこへの怒りっていうのがすごいモチベーション、うん、でそれを解決方法を私は提供できるので、うん、その確信でやっただけですね、うんうんうん、なるほど、何かそういうこう突き動かすものがそうですね、うん、あるうん、それはやっぱりね、断捨離の確信ですよね、うん、確信、うん、でその確信をやればやるほど、うん、フィードバックが来るので、うん、確信っていうこうなんかこう信頼が育まれていくっていう、私と断捨離との信頼関係、断捨離との信頼関係、そう、で断捨離を通した皆さんと、うん、あの人間的な信頼関係がこう大きく大きくこう、うん、こうなっていったって、そんなプロセスですね。だから、うん、今は確信の言葉を使うんですけど、うん、信頼してる、信頼している、うん、っていう、そんなイメージかなと思うんでしょうかね、うん、じゃあ特にターニングポイントがあるとしたらっていうご質問もあるんですけど、うん、ターニングポイントはね、うん、その信頼が育まれたって時にやっぱりね、人と目で、この時にこの人と出会った、でこの人がこういうふうに私を刺激してくれた、私を応援してくれた、私をサポートしてくれたっていう、そういう出会いは、うん、もうすごい加速度的にね、うん、男性でよく言う必要なものは必要な時に必要な時に選べるよと、はい、まあ、信頼ですよね、うん、自分への信頼、そして同時に必要なものは必要な時に必要な時に与えられるよという便利な信頼、うん、っていうその信頼がもたらされる回路のこう幅っていうかな、はい、直径を広げてくれたんで、必ず出会いがあるということですね。だからこの時にこの人に出会えてる、それでこのサポートを受けた、あ次はここで足りなかったものを補ってくれるこの人に出会った、出会えたっていう、そういう人との出会いです。繰り返されていく、そうです。それは螺旋階段上に行って、うん、ブレーキになったことありますかっていう、あ、ブレーキはいっぱいですよ、やっぱり山下さん、そうですね、だから私はこう今まで経験してないことがいっぱい来るわけでしょ、うん、その時に一番最初に出てくる恐れはうまくできるかなっていう、うん、できるできないって考えた時にはそれはもう必ず恐れが、うん、できないだろうっていうふうになるから、だってやったことないわけだから、うん、そうです、うん、でもそれでいつも仕上げてるんだけど、そのできるできないっていう風な思考にはまったなってことにもすでに気がつけるから、いやできるできないじゃないでしょ、やるかやらないかだよねって、自分へのこう問いかけはできるなんかね、それこそあまたできるできないにはまってるの私、そこへの気づきがあるよね、はい、深いそうです、やるのやらないの、するのしないの、どっちって言ったら、うん、私の場合もするやるっていう風に持ってきて、やったらやっただけできるっていうのをいつも味わって、あ、結果的にできたな、それこそ完璧ではないけど、うん、前よりはできたっていう確信を持って、今度はそれが信頼、ゼロの信頼感に入れ替わって、それをいつもいつもやってます。それは今もそう。このステージに来たら、このステージで味わうブレーキがあるわけです、うん。で、それをクリアして、次のステップに立って、ここで味わうブレーキ。うん、それを、まあ、うまく付き合うというよりも、俯瞰して、うん、書き換えて、うん、そう、あの思考の位置取りができるできないにハマってるなっていうことに気がついたら、思考の位置取りを変えてます、うん、なるほど、うん、書籍家にいるのが好きになる断捨離すっきり生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報は
ここからゲットしてくださいね。